ットカードは西洋では古くから手のひらに乗る小さな美術館と呼ばれてきた。多くの芸術家がタロットを描く中で、シュールレアリスムの巨匠サルバドール・ダリもタロットを描いていた。それがこちら。ダリ自らが一枚一枚デザインした貴重なタロットカードには、ダリ本人と妻ガラの姿も描かれている。ものによってはやっぱ信じるかな。前世とか。私はちなみに魔女って言われました。